こんにちは、日本ギャオの中野です。今日はですね、聞く術の後編です。実際にですね、こういうふうに、手法転びであったりとか、屋根でいうと破風の収まりのところですね、のところをですね、実際に切ってみるというのをやってみたいと思います。実際に三寸勾配の、基本図を書いて、そこから、長弦の返しと中弦の返し、ここ上が長弦の返しで、こっち側が中弦の返しになるんですが、その角度を取り出して、切るというところをですね、やってみたいと思います。これがですね、寄せ棟の、簡単な図なんですけども、これが隅木というやつですね。これ絵で見るとすごい簡単なんですけど、実際作ろうと思うとすごい難しいんですよ。で、特にこの辺の桁の取り合いの部分、この辺の加工ですとか、あと上もそうですし、あとこれですよね、この隅木の、三角形に削るんですけど、この三角形に削る角度って結構謎なんですよね。横から見たらこれ平らになるように見えてると。でもこれをこの隅木の角度とこの普通のたるきの勾配って違うので、だけどここの斜めのこの面が揃って見えるって、この角度ってどうなんだろうみたいなところがですね、この聞く術、こういった本には全部書いてあると。詳しくは本を見てくださいということで、今回やるのはここですね。この鼻隠しとか破風と言われる部分、これ四方転びの部分と同じなんですけども、より簡単に言うとここですね、ここの部分で、これ上が長弦の返しで、ここですね、横の部分が中弦の返しになります。で、じゃあ実際にこれどうやってやるのかっていうのをですね、やってみたいと思います。で、条件としてこの屋根の勾配は三寸勾配という形でやります。では実際に基本図ですね、を書いて作るというのをやりたいと思います。下ぴったりで書いちゃうとですね、ちょっと見にくいので、下からちょっと上げたところに書きますね。まずは基本の線、基準線ということで、で、ここから例えばですね、100の30、三寸勾配なので100いって30、これが100いって、これが30ですと。でこれだとちょっとちっちゃくて、精度が低いというか、ちょっと見にくいので、大きいですね、倍で作りたいと思います。倍のサイズなので、200で、6センチですね、60ミリ。30の倍なので60のところに印をつけます。これで、これで、ここが200の、これが60の基本図ができました。で、あとはここの、ここですね、ここと、ここ90度で交わる線を引きます。で、これでですね、ここが、こう、弦で、この長い方が長弦です。で、こっちが単弦ですね。で、これが、中弦です。今回必要なのはこの長弦と中弦なので、これだけでもう大丈夫です。で、あとは実際にこの長さを測ります。191.5 ですと。で、こっち側の中弦の方が、これですね、中弦が 57.5 かな。ちょっと老眼が厳しくなってくるという、老眼なのかなっていう、最近近いのが結構辛くなってくるんですよね。嫌ですね、嫌ですね、とか困りますね。これで 57.5 と 191.5 という2つの数字が取れましたと。じゃあ実際に角度を書いてみましょう。こっち側の面を使ってですね、さっきの200と、長弦が 191. なので、この辺かな。で、こっち側に200を、この線ですね、この角に200を合わせます。短手の方を 191.5 ですね。191.5 なので、ここかな。で、もう一度こっちも確認して、この勾配と、この勾配。こっち側が長弦の返し勾配で、こっち側が長弦の勾配になります。で、もう一個、中弦が、
57.5 なのでこっち側に200角200を合わせて 57.5、ここに200を合わせてこっち側が 57.5 ですね。はいはい。でこれが中高で、これが長弦で、こっち側ですね、こっち側が中高の返しで、これが長弦の返しですと。はい。で大事なのはこっちですね。今回使うのはこの2つの勾配を使います。でこれをこういう自在定規というもの、まあ、これ材料に直接書いてもいいんですけども、今回、これで取りたいと思います。でこうやって、長弦の返しの勾配を取ります。木材の上刃ですね、上刃が長弦の返しで、横が中高の返しになるので、はい、これをこうか、はい、こっちが上刃で、これが長弦の返し、これが中高の返しです。でこれを4面に回します。で下刃はこの2つの線を結んであげてください。まあ、これも下刃も同じ長弦の返しになるんですが、はい、はい、これで4面回りました。あとは切ってみるという感じですね。これ今回、長弦の返しですね、これが45度より浅い、何度でしたっけ、43度とかでしたっけ、なので、丸のこギリギリまで倒したらこれ一発で切れるはずなので、まあ、そういう形で切りたいと思います。まずはまっすぐに切って、この先の勾配だけ確認したいと思います。はい、今ここに、まあ試し切り用の線が引いてあるので、まあ、その線に合わせて、ちょっと角度を調整していく感じですね。ちょっと上の方が広くてごくわずかですけどね、下が、切れすぎてるという感じなので、角度をもうちょっと戻してあげるって感じですね。ほんとちょっとですけど、こういうふうに切り口とこの線の幅ですねを見て、あ、大体いいねというのを確認して、今ちょうどいいぐらいですね。はい。で、こっち側の長弦の角度が決まったので、今度こっち側ですね。中古の返しの方は、こういうフリーアングルを使って合わせます。これは実際ハフがでかいと結構大変なんですよね、切るの。でこれで両方切ったので半分に切って、つなげてみたいと思います。両端切ったので、まあこれがこういうふうになるってことですね。こういうふうにくっつきますよと、はい、こういう感じになると、まあ、一回止めて三寸勾配から確認してみますか。今簡単に切ってくっつけた状態です、はい、でこういうふうにぴったりとくっつきますと、問題はここがちゃんとした勾配になってるかですよね。その適当の角度じゃないっていうところを、見てみたいと思うので、ここの角度、ここの角度っていうのは、返し勾配になるはずなんですね。なので 11.3 の勾配、10ミリと30合わせたこの勾配ですね、返し勾配です。でこれ詳しくは差し金の基本の1の方ですね、で平勾配と返し勾配の話してあるので、もしよかったらそっちの方を見てください。これが、はい、ちゃんと返し勾配になってるんですね。なので、ちゃんと三寸勾配の鼻隠し
の勾配になっているという感じです。こちらも同じですね、当然。はい、ではですね、実際に切ってみるということで、まあ、四方転びであったりとか、屋根でいうと破風のところですね、の収まりのやつを切ってやってみました。で、実際に三角形描いて、角度を取り出すというところですね、をやってみました。で、今回ですね、高校弦を中心にお話をしたんですが、これ、難しくなってくるとですね、原寸図と組み合わせてやっていくっていう必要が出てきます。で、その辺はですね、大工マニュアルさんという YouTube の方が、1級とか2級の技術検定の解説されてますので、そちらの方をですね、見ていただいた方がよりわかるかなと思いますので、勝手にリンクを貼らせていただきましたので、はい、すいません。そちらもぜひ参考にしていただければなと思っております。はい。で、僕自身もですね、まだまだ、わからないところたくさんありますので、これからも勉強してですね、いきたいと思っております。はい。では、皆さんも何かの参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。